クリスティーナ・ガルメンディアイ・イメンディ・サバルは、スペイン・サン・セバスティアン出身の生物学者、実業家。マドリード自治大学で、生物学の博士号を取得している。2008年4月から2011年12月まで、スペイン社会労働党のサパテロ内閣で科学、イノベーション大臣を務めた。1962年、バスク地方のギプスコア・ケン・サン・セバスティアンに生まれた。 セビリア大学で遺伝学を専攻し、生物学の学士号を取得した。1980年代にはマドリードに移住し、マドリード自治大学ではマルガリータ・サラス教授に学んだ。マドリード自治大学で遺伝学と分子生物学の講師となり、スペイン科学研究高等評議会のセベロ・オチョア分子、生物学センターから博士号を授与された。その後は、 ナバーラ大学のイエセでー MBA を取得した。2000年にはバイオテクノロジー企業のヘネトリクスを設立し、2008年には健康産業とバイオテクノロジーに特化したベンチャーキャピタル企業のイジオズを設立した。インビオーメット財団の理事長、スペイン生物学会の会長、スペイン雇用者団体連合会の理事も務めている。2008年4月11日、 スペイン社会労働党のホセルイス・ロドリゲス・サパテロ内閣で科学・イノベーション大臣に就任した。社会労働党は2011年スペイン議会総選挙で敗れたため、ガルメンディアは2011年12月21日に科学・イノベーション大臣を退任した。2012年にはイジオズの経営陣に復帰した。ありがとうございます。